おはようございます。どうもドラヘンです。皆さん月曜の朝いかがお過ごしですか。春分を終えまして、まあ今日から暦的には春ということになるんですけど、まあ都会の方、関東の方はですね、雪が降って大変な状況になるっていう予報が出ております。こちらはと言いますと、思ったより寒くはないんですが、ちょっと天気は曇天が引き続き続いておりまして、まあ一日雨が降るかなっていう予報になっております。大体こちらの地方、北陸が雪が降らない時に関しては、まあ逆に関東が大雪になるっていうようなパターンが多いと思います。新しい季節に向けましてね、日々努力してるんですけど、まあ僕は応用情報処理技術者試験の勉強をしてるんですけど、相変わらず難しいな、なかなか覚えられんな、どうもこの問題解けんなっていうのがありまして、なんか場合によっては何を問うてるのかわからないっていうような問題が結構あったりして、自分の知識がなかなか身についていかないのは結構厳しいなと思っております。応用情報技術者はなんか IT 技術者になってから3年から5年目にかけて取る人が多いらしくて、結構若い20代後半の方が取るような資格だとなってるんですけど、まあ今年でアラフォーになった僕にとっては結構厳しいっていうか、今更取っても遅いんじゃないかなと思いつつ、これからの IT 技術者としてっていうか、まあ今は全然違う職業なんですけど、まあどの職業においてもパソコンとかデジタル技術は必要になってくるんで、身につけておいた方がいいかなと思いまして、その試験を取ろうと思って頑張っております。 IT パスポート基本情報処理までは取れたんで、まあ応用情報処理を取って、まあそのさらに上を目指すっていうのもありなんかなと思いつつ、まあ応用ですら厳しいのかなっていうのは必死と感じております。まあやるだけやって歩き切られたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。